お疲れ様です。ケイリンいツキチャンネル伊ツキです。今日から和歌山リンの方が始まるんですけれど、なんと和歌山リンに犬節登場ということになっておりますので、前走の G3 犬節、ね、優勝しているということになりますので、ここは大注目ということになります。予想の方は、 メンバーシップで出しておりますので、予想が知りたい方はメンバーシップご登録をお待ちしております。その予想が当たっているのか、外れているのか、確認する方法。 チャンネル登録をしていただきまして、通知ボタンをオンにしてください。そうしますと、私が毎日当たったのか外れたのかご報告させていただきます。この前説が長いと思われた方は、説明欄に目次という項目があります。12レースを押していただきますと、12レースまでスキップするということになりますので、スキップ機能もお使いください。それではね、並びの確認いきましょう。5番1番、5番の値段に1番の鈴木、473。 4番の犬伏に、7番の松岡、3番の吉本が固めます。6番、2番、6番の川口に、2番の湿地ということで、ここは綺麗な3分線。ライン先頭を走る、自力型比較していきましょう。5番の値段、バック15回、ホーム14回、逃げの決まり手が9、マクリカに、差しが0、マークが0、先行、マクリと。値段の後ろがね、1番の鈴木なんで、スタート取ろうと思えば取れるんですよね。 スタートを取って犬伏が来たら突っ張りなんていうことがあればね、結構面白いんじゃないかなと思うんですけれど、4番の犬伏バック13回、ホーム9回、逃げ抜き前でが6、まくりが11、差しが0、マークが0。犬伏もね、スタートを取って下がってのかましまくりが、まあ、真骨頂なんですけれど、枠的にね、ちょっと悪いということになりますんで、まあ最高峰からですと、一旦インを切りに行くのか、それともね、5番、1番が前行きをしていれば、 5番、1番,番、4番、7番、3番で、赤番ぐらいで、一旦インを切るふりして、誘導員だけ外して、そしてブーメランで戻って、再度ジャンからホームにかけての発信を取ってくるのかどうかというところがね、まあこのレースのポイントになってくるのかなと。6番の川口、イバック0回、ホーム0回、逃げ、マクリのね、決まり手はついておりません。サシが5のマークが2ですから、もうここは先手ラインに乗っていって、直線強襲していきたいところと。 もう5番1番がスタートを取るんだったら、この後ろを確実にキープしておかないとダメですよね。5番1番の後ろにね、4番7番3番になんていた日にはね、もう目も当てられないというね、状態になるということで、もうここは5番の値段が逃げるのか、4番の犬節がかましまくりで押し切るのかというね、レースになると思います。 えー、オッズの方を、ねえー、見ていきましょうということでね、これ、ラッキーだなと、ね、私が思うのは、4番7番が4.5倍なんですけれど、今のところ、まだね、10時31分のデータなんで、何とも言えないんですけれど、7番4番で1.7倍なんですよね。 えー、これ美味しすぎるやろうということで、4番の犬伏、え、7番の松岡で買わせんのというふうにね、<laughs> 思っておりますので、まあ4774はね、一応抑えますけれど、ここはね、47の方は、まあそこそこ抑えたとしても74はガミってもいいので薄めにきます。えー、そして41ですね、8.3倍の14が29.4倍。まあここは勝負どころかなと思いながら、あとは犬伏から抜けてこんなにつくのというところもありますんでね、45。 18.5倍、19.5倍の42が20.5倍ということでね、まあ、結構おいしいんじゃないのかなというふうに思います。 あと、穴になった時っていうのは、もう値段が突っ張った時、もしくは主導権取った時ですよね。一番の続きからということで、一番5番が38倍、一番7番が239倍、一番3番が382倍。まあ、こんなにつきませんけれどね、今からもっともっと売れていきますから、まあ、それでも後輩とは間違いないということになりますので、不安戦でのね、エイヌブシンの戦い方がすごく楽しみということになってきますので、早速確認しに行きましょう。スタートです。 1>, 1番、千葉の鈴木博です。2番岐阜、湿地敏夫3番、福岡、吉本拓司4番、徳島、犬串優也5番、千葉、根田隆6番、岐阜、川口幸太郎そして7番、熊本、松岡隆<っ>最終12レース S 級初日特選競争です。 1>, 1番、鈴木2番の七智7番、松岡の3人が横に広がりましたが1コーナー過ぎ内を救った1番、鈴木宏先頭への後ろを確保いたしましたライン3つ、初手はこれで固まっていくんでしょうか4番手から6番の川口幸太郎が今度は前の方を主張するか鈴木の外に6番の川口が一旦並びかけて3コーナー1射下げました後方から5番の根田隆が上がっていきましたので鈴木宏と千葉コンビがまず前で並び 岐阜コンビは中段からの組み立て7番手から4コーナー4番の犬伏優也上がってまいります九州勢が援軍となります2周目に入りました7番の松岡隆久が4番の犬伏を迎え入れて3番福岡吉本拓司が四国九州西の3番手です2周回1センター2対2対3対列が固まりました今年は優勝が1回ある5番の根田隆バック15本を持っています自力持ってる1番の鈴木弘 鈴木選手も今年は優勝が1回あります千葉両者です両で今日は目標のない岐阜コンビは6番の川口幸太郎が2番のシッチ・トシオに託されましたまず中段、中段キープからどういう動きを見せるんでしょうか2番のシッチ・トシオは前走平塚で決勝3着です。 後ろ攻め5番手、注目4番の犬伏優弥、S 級レーサーの中で競争得点、今シーズンただ一人110点を超えております、突出した存在です、前走の慶応各記念を含め、今年ここまで優勝は5回、初連携となる7番の熊本松岡隆久、今年優勝が1回、第3番手、前走抱負記念で2勝を挙げた3番の吉本拓司です、四国、九州、三社が5番抵抗残り2周半切っております。 2対2対3の隊列4番手で少し車間を空けた4番の犬伏外に持ち出します5番の根田がちらちらと後ろを確認上がっていきまして残り2周先頭に離れます千葉勢が内側下げた犬伏ライン3人がすんない出ます下げて67番手岐阜勢が ここは中段、中段立ち回りますので、犬伏と根田、前後ライン位置が入れ替わって、残り主範打損、きょう今日はンス位から犬伏は先行体制、マイペースへかけます。 川口4番手。5番と車間を一社し、開けている5番の根田隆。前5車の壁を破れるか否か、千葉勢後方どこに一周。4番犬伏はペースへかけてどんどんスピードが上がってくる。6番川口4番手。5番の根田は7番手。中段後方出番は来るか。最終バックも縦一本だ。これは4番犬伏ペースが相当良さそうだ。なかなか別践。川口も根田も全然動けないか。直線に戻ってくる。4番犬伏先頭。犬伏先頭。4番犬伏七7番の松岡狭原が振り切ってゴール。 マイペースへかけて最終周回スピードがどんどん上がっていきましたので4番手川口6番手根田がどうすることもできず3着争いどうでしょうか4人が殺到しました松岡も迫ったが捉えきれず3着で誰でしょうか4人が殺到して外側の3人の3番6番5番の争いでしょうかどうぞ着順放送お待ちください さあ、犬虫のね、ポテンシャルの高さを見ましょうということで、まあ、1番の鈴木がね、スタートを取りましたんで、5番の値段が前受けになったと、もうここは突っ張りしかね、ないと思うんですけれどね、犬虫をね、ここで後ろから押さえさしたらね、たまったもんではないということなんですけど、意外とすんなりと出さすんですよね。 こうなると6番中段取りに行きますよね。ということで、えー、5番1番が最高峰になると。で、こっからね、もう早めに行かないと、犬虫がかける前にね、かけていかないと、犬、ま、虫、あのスピード、トップスピード高いんでね、まくれないということになるんですけれど、5番の値段いかないんですよね。ここでね、えー、もうタイミングを逃してしまってるんじゃないかと。 6番の川口は中段取ってますけれどね、ちょっと中段からまくっていくというほどではね、出来がなさそうですよね。7番ね、結構余裕があるのかな、ぴったり追走してると思っているんですけれど、後ろ一切振り向かずということでね、犬伏のかかりがすごかったのかなと思います。直線に入ってもね、えー、全く詰まっていかないということでね、えー、ほんとその差がね、えー、縮まらずに犬伏が踏み直してと。 まあこれをね、されてしまいますと、別戦ね、どうしようもないということになりますんで、まあ明日の準決勝、決勝とね、犬伏の強さが光ってくるんでしょうけれど、まあ、決勝戦でね、対するメンバーが、犬伏出さしたらあかんと、やっぱり犬伏まっくりにね、回さないといけないというような競争をしていかないと、犬伏3連勝で F1 戦、締めくくっていくのかなというふうにね、思います。 若手がね、いかに勝ち上がってこれるのかどうか楽しみな一戦と。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。